が今日はですね対談を送っていきたいと思います。じゃあ先生自己紹介してもらっていいですか。はい、奈良で生態やってます、安井敦と申します。よろしくお願いします。まあ、先生はですね僕が企画している一人治療メソッドに参加していただいたんですけども、いつから参加でしたっけ、いつ参加されました。先月ですね、9月の1日からですね、うんうん、1日から来ていただいて、はい、で9月ですね、まあ、売り上げが上がったということで今動画撮らせてもらってるんですけど、はいはい、どれぐらいからどれぐらいになりました。大体平均がですね30万から50万をずっと行き来してたんですけど、1年以上ですね。おー、長いですね、はい、それをずっと行き来してたんですけど、うんうん、入って9月の売上が137万になりました、うんうん、おー、いい感じですね。はい、もうおかげさまで。でも入る前ってなんでそんな状態だったんですか。技術しか追いかけてなかったんです。はい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 、はい、技術さえあれば患者さんは来てくれると信じ込んでたんで、なんでかって言ったら上の先生がみんなそうやって言うんですよ。実際あれば儲かるよって言うんで、僕らは下のもんそれを信じてずっとやるんで、この次の予約とかも取らないんですよ。また痛くなったら来てくださいって言うだけです。だから他何も決めないで、はい、それだけやってるとどん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 下がってきて、あらららって感じだったんですね。集客もしなければ、このトークスクリプトもなければ予約も取らさないっていうような状態だったんで、なるほどですね、はい。まあ、そんな中まあ僕を見つけていただいて、まあ申し込むことになったと思うんですけども、はい、なぜ申し込まれたんですか。僕の知り合いがいてたからですね。もうそこでも即決だったんですか。即決です。まあ、他にもたくさん経営塾があるとは思うんですけど、はい、行きました行きました。あ、行かれたんですか。いろいろあっていろいろ見たんですけど、はい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 、パッとしなかったんですよ。はい、なんかあんまりこの入って売り上げが上がるっていう感覚がなかったんですよね。じゃあ僕のこと知ってくれて、なんで僕やったら上がると思ったんですか。その人が売り上げ上げてたからです。なるほどですね。聞いてたんですよ、その方が。その僕会った時は100万ぐらいだったんですけど、今200とか300になってるって噂で聞いてたんですよ。でパッて見たんで、あ、この人に教えてもらって行ったんやっていうのがピンってきたんですよ。それでも行こうみたいな感じで。そうです。でも僕の塾って結構高額だと思うんですけど、はい、その時そんな状況でそんな高額を払うことに対して奥様は何か言われなかったですか。奥様はもう大反対です。それ本当に怪しいですね。大丈夫。それどう仕切って参加したんですか。どう仕切ったんですか奥様は。どう納得させたんですか。強引です。もう大丈夫やからってやらせてくれっていう。なるほどですね。まあ、実際参加していただいて、はい、まあメソッド参加しました雰囲気とか、はい、いろいろ、まあ、感じた部分があるかと思うんですけど、はい、この僕のメソッドの凄さってどこだと思いますか。いや、もう周りの人ですよ。これこの一言に尽きると思います。周りの人が稼いでるプラス優しい。稼いでれば稼いでるほど優しいんじゃないですか。優しさってどういうところで感じました。ちょっと質問したことに対してものすごい熱意持って答えてもらえるんで、それでこっちも熱意持って聞いていったら無視されることもあるんですけど、ちょっと疑われる。そう、疑われるほど。まあでもやっぱそういうところがヒントを得て、はい、売り上げ変わった感じですか。そうですね。その雰囲気というか、この100万いく方が当たり前で、この200万いかなかったら凡人っていう考え方にの人がいっぱいいてるわけじゃないですか。じゃあ行かなかったら恥ずかしいというか、やってないからなんだなっていうのがもう身に染みて分かりました。他の塾やったら130万超えたら、いや、ね、そうですよ。すごいですね先生。ちょっと悲しいですよね。はい、悲しいですよね。なんか凡人だったんだっていう。いやいや、そんなことないと思うんですけど。でもなぜ安井先生は参加してもらって、はい、それですぐに結果につながったと思いますか。やっぱりすぐ出る人と出ない人いると思うんですけど。そうですね。なぜすぐ出たと思いますご自身が。もう性格がやりきる性格なんで、今まで技術っていうのをやりきってきたんで、なのでその技術の世界でも、1位をずっと取る気持ちでやってるんで、なんで今もそうです。ここ入っても1位を狙う気持ちでずっといてるんで、なので前川さんを狙ってるんで。狙われてるんですね。そうです。怖いですね。あ、そうです。だからかなっていうのは自分では思います。ありがとうございます。はい、まあ、環境を変えることに対して、まあ、躊躇を持つ方が多いと思うんですけども、まあ、先生こう今動画見てる方に対して、環境を変えるの大事だよという部分何かアドバイスがあれば。そうですね、僕はもうとにかく直感かなと思うんですよ。この人についていこうって思ったら、
こか行かないで、うん、とにかくそこだけ信じて、もうそれだけ言われたことだけ素直にやればいいかなと思います。そうですね、はい、まあ、ストーカーになる可能性のある人だと思うので怖い。いや、ならないでしょ。そっか。そんな感じで、まあ初月でね、売り上げ上がって、はい、まあ、今後ますます売り上げ上げていくと思うので、はい、また200万300万になった時はぜひこうやってお話してください。はい、また、はい、あの来月お会いしましょう。よろしくお願いします。じゃ、そんな感じでね、対談終わっていきたいと思います。ぜひですね、はい、刺激受けて先生も頑張ってもらえたらと思います。ではまた。